現代人ってどんな姿勢をとってますかっていうと、さっき言いましたね、こんな姿勢なんですよ。で、基本的にはずーっと、はい、生体復活院長で理学療法士の松武田です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に解決していくための患者さん用の動画になっています。もしあなたが3件以上の整形外科、整体院、整骨院に通っても痛みを改善してきていない、もしくは湿布痛み止めで痛みをごまかしている、そんな人であればぜひこの動画を見てみてください。松田さん、あ、言う、肩が痛いんですけど、うんうん、その中でも肩の前側が痛くて、ここ、はい、はいはいはい、これってどうにかならないですか？ざっくりしてるな。この肩の前側ってことね、この辺、これはね、肩が痛い人の中でもよく多いのが肩の前側が痛い、ズキズキする、上げるときに詰まる感じがある、これよくあるんですよ。で、これやっぱ治療してて大きくなんか2つの原因があるなと思ってて、1つは大胸筋、2つ目は上腕二頭筋、でこの2つが原因になってることが多いなっていうふうに思っています。ちょっとそこら辺を詳しく聞きたいですね。教えてからいいんじゃない？ポロトぐらいの尺ですけど。違いない。それ。もういいんじゃないかみたいな割りそうになりましたけど、なんでそこってなりますよね。で、これはちゃんとしたメカニズムと、ちゃんとしたこう、知っていくと、あ、そういうことか。あ、じゃあこういう風に治療すればいいんだってことが分かってきます。で、これ大胸筋と上腕二頭筋だからそこ緩めればいいんでしょ、痛み改善するんでしょ。全然違います。これポイントは、肩甲骨だったりとか、どこをしっかり鍛えていけないかっていうね、緩める場所と鍛える場所がちゃんとあります。痛みの原因の場所と痛みの根本になっている場所。この二つをしっかり解決していかないといけないので、今回ね、この肩の前側が痛くなるってメカニズムがどうやって起きるのか。その結果として、大胸筋、上腕二頭筋が張っているだけです。だからこの二つが原因になっている。ただ、根本的にはここの痛みを解決しちゃったら、ある場所をトレーニングしたりとか、運動療法していくってことが大事になってきますので、ここのメカニズムとその解決方法を紹介したいと思いますので、ぜひ見てみてください。はい、じゃあまずですね、大胸筋の話からしていきたいと思います。大胸筋で、これ大胸筋って何かって言ったら、この肩の前側、右肩ありますよね。で、大胸筋ってこの大きな胸の筋肉って書きまして、皆さんの胸ポンと触ってみてください。ここにあるのが大胸筋です。脇のところのくぼみに手を入れていただいて、前側をグッと挟むと、これが大胸筋だと思ってください。で、この大胸筋どこにつきますかっていうと、肩の骨ありますね、上腕骨って言うんですけど、上腕骨の外側に行きまして、ここです、大結節という場所につきます。で、この大結節についてどんな動きをしますかっていうと、例えば内側に肩を持っていく、手を持っていくってものだったりとか、あとは途中までこう肩を上げていくっていう作業をしたりとか、っていう風に肩を動かすときにすごく使う筋肉です。上げたりとか内側に寄せたり、まあ一番のメインの動きは内側に寄せるなんですけど、この内側に寄せたりするときとか、内転ってピシッとしたりとかするときに使っていくのがこの大胸筋です。で、この大胸筋自体は、じゃあなんで張っちゃうのかって言ったら、使いすぎるのか、筋トレしすぎるからかっていう話じゃなくって、これはバランスの問題なんですよ。バランスの問題で、前側の筋肉が使いすぎてるわけじゃなくて、前側の筋肉が使わないといけない、いわゆるバランスが悪いぐらい、後ろの筋肉が緩んでる状態、使えてない状態のことが多いです。で、これなんでかって言ったら、簡単に言うと、猫背です。で、猫背って大きく2つのことが起きて、まず、背骨が丸くなる。背骨が丸くなるっていう状態を起こすね。で、背骨が丸くなるのと同時に、やってもらうと分かりますけど、肩甲骨っていうこの後ろ側にあるこの骨、肩甲骨が外側に移動します。いわゆる外転してきます。だから背骨が丸くなる。と、肩甲骨が外に行くっていう、この二つが起きるんですよ。で、これが猫背の原因。で、このまま頭が上がってきて、頭が痛いとかも起きてくるし、どんなこと起きます。ただ今現状で、ね、やっぱりこう座って、こうやってスマホを見たり、パソコンでデスク作業したりが多いので、どうしても猫背起きやすいと。だからこの姿勢になりやすい。で、この姿勢が丸くなって肩甲骨外転した状態が起きると何が起きるかっていうと、大胸筋が勝手に短くなった状態なんですよ、これって。いわゆる肩甲骨が前に来てるから、こういう風に内巻きになってるんですよ。だから短くなってるの、勝手に。で、短くなってる状態になりますね。短くなった状態が起きると、前側は短い、後ろの筋肉は伸びてる状態。っていう、この筋肉のアンバランスが出てきます。で、このアンバランス
つが大体の痛みの原因を作ってます。なんでかって言ったら大胸筋働きたいわけじゃないのに大胸筋硬くならないといけないポジションにあるわけよ。筋肉は短くなってる状態、短くなってるってことは筋肉は短くなりやすい、いわゆる短縮しやすい状態で、短縮していくとどうなるかっていうと前の筋肉が硬くなってきて、でここの筋肉自体がギューッと硬くなる。そうすると血液の循環悪くなったりして老廃物溜まって痛くなってくる。でどん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 痛くなるからまた固まって組織がで痛くなるから固まって、ずっと繰り返してるとこれ開けなくなってくるんですよ。これ開けなくなってきてくると肩上げる時とかにも皆さんこうね、肩の前側触りながら上げてみて、なんか詰まっちゃうんですよ。肩が詰まっちゃったりとかすると毎回毎回ここで詰まってるから前側が痛い、大胸筋が引っ張ってるこの大結のところが痛いってなると、何かって言ったら肩の前側が痛いに繋がってるわけね。じゃあ何が原因でした？大胸筋が硬い。でもなんで大胸筋硬いんですか？猫背だからです。であれば何しないといけないかって言ったら後ろ側の肩甲骨を寄せていく、いわゆる腰頸筋っていう肩甲骨の内側の筋肉を鍛えてあげて、外に開いた筋肉を内側に持ってくるっていう筋肉を鍛えたり、僧帽筋っていうところを鍛えてあげて内側に持ってくるってことをしないといけないんだよって話ですね。だから前側が痛いから前側を緩めるじゃなくて、前側が硬い理由が後ろ側がしっかり収縮できてない、ね、縮めてないんであれば後ろ側をしっかり収縮しましょうって話なんですね。だからこの流れをぜひぜひ知ってください。で、もう一つ、さっき言いましたね。上腕二頭筋、長頭と言いました。で、上腕二頭筋、長頭は、これにもあるんですけど、何かと言いますと、上腕二頭筋っていうのは、皆さんこれ知ってますね。力こぶの筋肉ね。力こぶの筋肉。で、この力こぶの筋肉っていうのは、上腕二頭筋なんで、二つつく場所があるんですよ。一つは、右後突筋というところにつきまして、もう一つは、長頭がこの関節の中に入ってきます。こうです。この長い筋肉ですね。これが関節の中に入っていく筋肉になります。で、上腕二頭筋長頭っていうのは、いわゆる肘のこの前腕部分、尺骨部分でついてますから、ここまでついて肩をこうやってくっつける。ここの肩の部分についてる筋肉です。今の現代人ってどんな姿勢とってますかっていうと、さっき言いましたね。こんな姿勢なんですよ。で、基本的にはずーっと肘が曲がってる状態が多いです。で、肘が曲がってる状態が多いとどうなるかっていうと、上腕二頭筋長頭を引っ張ってる状態なんですね。で、今の現代人って本当肘を伸ばすっていうタイミングなくないですか？皆さん肘伸ばしたことっていつですか？意識的に。あんまなくないですか？昔はね、槍を持って投げたり。そんな時代はないけどね。でも、スポーツをしたりすれば、私バスケやってますけど、バスケで肘を伸ばすもあるし、で、何かこうサッカーで伸ばすときあるし、なんかどっちも投げるとかもあるし、ありましたけど、今やっぱ現代人って動くことが少なくなっていますよね。だから昔だったら重いものを持って肘が伸びてるってありましたけど、今そんなこともないんですよね。で、やってくれれば全然使わなくなるんですよ。そうすると、どちらかというとこれもさっき言ったみたいに筋のバランスが悪くなる。いわゆる肘を伸ばすっていう筋肉よりも曲げるっていう筋肉の方が圧倒的に多いわけよね。そうすると曲げる筋肉が硬くなってしまう。後ろ側の筋肉が弱くなってしまう。そうすると前側の筋肉が硬くなってしまって上腕二頭筋を引っ張っていく。ここが硬くなっていけば上腕二頭筋長頭を引っ張っていく。そして関節の前側に痛みが起きてくる。これが起きちゃうといわゆるここの肩の前側が痛いの。じゃあ上腕二頭筋緩めればいいか。そうじゃないね。さっき言ったみたいに、バランスが悪いんです。肘が伸ばせないから硬くなってるだけ。であれば、鍛えないといけないのは、後ろ側の上腕三頭筋だよねって話ですね。だから、この上腕二頭筋使いすぎるんだけど、伸ばすってことしないですね。だから伸ばすってことしないから、上腕三頭筋しっかり鍛えていきましょう。だから根本的に解決していくためには、肩の前側が痛い、上腕二頭筋、長頭が痛い、ここに緩めるんじゃなくって、後ろ側を伸ばしましょう。ただこれね、面白い話で、後ろ側を伸ばすためには、前側が硬いものだったら伸ばせません。だから、こう順番があって、まずは前側の硬い筋肉、上腕二頭筋、大胸筋をしっかり緩めましょう。で、緩めただけじゃ伸ばせないから、後ろ側の上腕三頭筋、さっき言った両頸筋を鍛えていきましょう。で、ここを鍛えていくと、しっかりこのバランスが良くなってくると、硬さがそもそもなくなってきます。上腕二頭筋の硬さ、大胸筋の硬さがなくなってくると痛みが抜けていきます。でもまた使ってると硬くなってくるんで、手だったりとか肩甲骨、背骨だったりとかっていうところに調整をしていくっていう統合を加えていく。だからまずは上腕二頭筋を緩めていくっていうモビリティ、次は後ろ側を鍛えていきながらバランスを整えていくスタビリティで、これを連携させていくムーブメント、これが MSM って言って私たちがやってる治療技術になります。
だからしっかり痛みを根本的に解決していこうと思ったらどんな風にしないといけないかって言ったら、このモビリティ、スタビリティ、ムーブメント、緩めて鍛えて統合していくっていう、この3つの段階を通っていくことがすごく大事になってます。なのでもしね、例えば前側が痛くて困っている、だったり両肩の前側が痛くて五十肩で肩が上がらない、そんな人であれば、ぜひですね、整体復活、私がやらせてもらっていまして、全国にあります。で、店舗の情報を概要欄の方に貼っておきます。で、うちはね、さっき言ったみたいに MSM っていうメソッドを通して痛みを根本解決して、戻りがない体を作っていきましょうっていうのを、しっかり期間を決めながら取り組ませていただいていますので、もしね、もうしっかり改善したいということであれば、概要欄の方を見てもらって、店舗のホームページ見てもらって、そこから電話もしくは LINE ですね、お問い合わせいただければ、初回無料で試すことができますので、ぜひね、そちらの方を問い合わせして、ぜひ来店していただければと思います。はい、ということで今日はね、これで肩の前の痛みの話を終わりにしたいと思いますけど、今日の話良かったらですね、ぜひ見逃さないように、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あと高評価とコメントいただけると、今日の話、この内容、こんなことが良かったら、この話も聞いてみたいってことがあると、私もね、見てますので、ぜひね、書いていただけると励みになりますので、ぜひね、書いてみてください。あと、店舗のね、情報も概要欄の方に貼っておくので、ぜひそちらの方から店舗に行っていただいて、しっかり根本的な解決、痛みの解決をやってみてください。では、今日はね、これで終わりにしたいと思います。今日の動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。